俺はケンジ、女の子と初デートをしている。美味しかった。うん、じゃあ行こっか。うん、お会計3000円になります。俺が2000円払うから1000円でいいよ。あ、はい、ありがとうございます。うん、全然大丈夫。あれ、なんかお会計してから不機嫌になってないか？なんでだ？俺多めに払ったのに。なんで？女って何なの？はあ、どうした？あ、リンさん、実は先日マッチングアプリで出会った女の子とデートに行ったんですけど、割り勘してからなんか彼女の様子がおかしくて、昨日連絡したんですけど無視なんですよ。やってしまったな、お前。お前がおごってやらなかったから、その女は大切にされていないと感じたんだ。女の子にはご飯をおごった方がいいと学校で教えてもらわなかったのか？教えてもらってないです。しかも俺のが多めに払ってるし、なんで男がおごらないといけないんですか？よし、教えてやろう。まずおごる基準はどちらが先に誘ったのかだ。基本的に大人になったら誘った方がおごるんだよ。相手の時間を奪ったんだから。出版社だって声をかけ新人作家にはご飯をおごるもんだ。なるほど、確かに僕から誘いましただろ。でも同じものを食べて割り勘する、これって平等じゃないですか？僕は女の子と平等な関係を築きたいんですよ。綺麗事抜きにすると男女で平等な関係ってないんだよね。そもそも女の子に重い荷物持たせるのは平等でも何でもないだろう。まあ、それに女の子というのは若いだけで価値が高いんだ。若いだけで価値が高い？20代の女の子というのはとにかくたくさんの男から声をかけられている。モテモテだ。確かに。逆に男というのは若かろうがよほどのイケメンでもない限り自分から声をかけなければ何も起こらずに人生が終わる。男つら。だから自然と男から女に声をかけざるを得ないんだよ。確かに。実際この世の全ての生物はオスがメスに言い寄ることで交尾をさせてもらえる。つまり男は女に選ばれなければならないんだ。そのために男は必死で自分の魅力を女に伝えなければならない。鳥ならメスから選ばれるために綺麗な鳴き声を出したりトリッキーなダンスをしたりするわけだ。人間はどうだろう。今や腕っぷしの強さはそれほど価値がなくなった。その代わりに清潔感があって優しくて経済力のある男を女は求めている。そこで経済力があるという魅力を伝える方法として女の子にご飯をおごるという行為が出てきたわけだ。猫だって自分に魚を運んできてくれるオスが好きなはずだ。言えてる。もちろんおごったからといってその女とうまくいくわけではない。これはただのスタートラインだからだ。だからおごらなければおごっている男に女を奪われる可能性が高い。なるほど。あとおごるのにもう一ついいポイントがある。何？それはおごられて当たり前だと思っている地雷女を見極められるということだ。正直おごったのにお礼を言わない女は2回目のデートに誘わない方がいい。そこで見切りをつけろ。なるほど。以上だ。リンさん、いつもありがとうございます。女の子から LINE 来た。あれから女の子におごりまくってるおかげでいい感じの女の子が増えたけどお金がない。もっと働かないと。男つら。私の名前ははるか。どこにでもいる社会人。友達に紹介されて男性と食事をすることになった。髪型も服装もちゃんとしてるし全体的に清潔感がある。この前紹介された人は武将髭に髪もボサボサ、他にも色々と散々だったからな。でもこの人は大丈夫そうかも。望月さんはもう決まりましたか？はい。それじゃあ注文しましょう。おい、そこの君、どうされましたか？注文だよ、注文。早く来て。はい。ったく、呼ばれたらさっさと来いよな。めちゃくちゃ態度悪い。僕はこれとこれとこれとこれね。申し訳ございません。もう一度お願いできますでしょうか？だからこれとこれとこれとこれ。まったくとろいな。何回も言わせんなよ、クソが。口も悪いというか何回もって2回だけでしょうが。かしこまりました。ではご注文を繰り返します。もうそういうのいいからさっと作ってもらってさっと持ってきて。ですがお客様。失礼します。どうせ見た目で採用されたんだろうな。まったくこれだから女は。こいつ最低だ。さっさと帰りたいけど友達に悪いしもう少し我慢しよう。でさ、僕がいないと仕事が回らないんだよね。はあ、そうなんですね。本当に容量悪いやつばっかりで、上司も取引先も僕ばっかり頼ってさ。へえ、すごいですね。そのせいで忙しくてほとんど寝てないんだよね。はあ、自慢話ばっかりでうざい。お待たせいたしました。来た。ああ、食べる前にちょっといい？よし、人気イタリアンでディナー中っと。意識高い系男子かよ。いやいや、食べ方が汚すぎでしょ。1万806円です。割り勘でいいかな？ああ、はい。じゃあ5403円くれる？1円単位まで割り勘？ああ、ごめんなさい、そこまで細かいのがなくて。5400円でもいいですか？本当に5円とかもない？ごめんなさい、ないです。分かったよ。友達には悪いけど本当に無理だ、この人。ねえ、はるかちゃん。いきなり慣れ慣れしい。よかったらこの後。私帰ります。ちょっとはるかちゃん、なんで？自分の胸に聞いてみてください。はい、望月凛です。今回は AV 監督である二村仁さんと婚活結社魔女のサバトの主催である川崎貴子さんの書かれたモテと非モテの境界線を解説していきます。この本は一言で言うと、モテる人間になるために大事なことを教えてくれる本だ。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は幻想を捨てるだな。ガツガツモテようとせず真面目に働いている独身男性ほど幻想を抱いている人が多い。まずはその幻想を捨てるところからだ。幻想ですか？はあ、モテない男性はそのうち俺の前にいきなり美女が現れて、自分はすごい恋愛に落ちるんだとぼんやり信じているんだ。そして今はまだ本気を出していないだけなんだと思っている。いや俺はそんなこと思ってませんよ。ちゃんと自分の身の丈に合った人を探してますって。本当にそうか？例えば合コンに行ってもおそらく芸能人みたいな美女はいないし、運命の出会いもないだろう。だから結婚にもお付き合いにも踏み切れない。そして心のどこかできっともっといい子がいるはずだなんて思っていないか？それはちょっとあるかも。すごく失礼な話ですけど、もっといい子いないかなって思っちゃってる自分がいます。いいか？厳しい言い方かもしれないが、まずは現実を見るんだ。見た目も性格も最高なお前の理想の女の子は現れないということに気づけ。そんな理想の女の子が現れることを待っていても無駄に年を食うだけだぞ。辛すぎる。でも確かにその通りですね。俺は夢見すぎてたのかもしれません。かなり心に来ることを言ってしまったが、モテる男になりたいならまずはその事実を理解してくれ。そしてその幻想を捨てることからモテる男への道はスタートするんだ。次はいろんな女性に目を向けるだな。お前どんな女の子と付き合いたい？とにかく美人な女の子ですね。これは譲れません。なるほど。まあ美女が好きというのは個人の自由だし悪いことではない。ただモテたいならここの意識を少し変えてほしい。お前のストライクゾーンの外の女性、つまり美女じゃない女性も女性なんだと意識するんだ。そしてそういう女性たちとも積極的に交流してみる。それだけでお前は格段にモテるようになるだろう。美人以外と交流することでモテる？どういうことですか？実は女性というのは男の器をよく観察している。いろいろなことに対してこれしかダメと限定している人を見ると、こいつの器ちっさ、おちょこサイズかよと思われてしまう。逆に許容範囲の広い男性を見ると女性はこの人は素敵だと感じる。つまり美女としか話したくないという態度の男性よりもいろんな女性と分け隔てなく接する男性の方がモテるんだ。なるほど。それに実は美人ほど中身を見てもらいたがっている。あなたが美人だから好きですと言っている男なんて5万といるからな。言われてみれば確かにそうだな。それよりも美人じゃない女性も含めいろんな女性の良さを知った上で、それでもあなたを選んだというポイントを見つけてもらえた方が美人な女性は喜ぶはずだ。なるほど。だから美人と付き合えていない男が美人と付き合うためには美人じゃない女の人の良さを知ることだ。それが美人と付き合う近道なんだよ。そうだったのか。次は自分にとっての幸せを考えるだな。幸せな恋愛をするためには自分にとってどんなことが幸せなのかという問題と向き合わなければいけない。俺は美人と付き合えたらそれで幸せですよ。付き合うことももちろん大事かもしれないが、その先についてもちゃんと考えなければいけないぞ。どんな結婚生活をしたいかという未来のビジョンまでしっかり描いておくんだ。そうだな。夫婦の会話が多いあったかい家庭を作りたいですね。なるほどな。それなら美人であることに執着するよりも、話が合うとか一緒にいて楽しいとかを重視した方がいい家庭を作るためには大事なんじゃないか。いくら美人でも話が全く合わなくてわがままだったりしたら付き合ってても辛いだろうし、いい家庭なんか作れないだろう。言われてみれば確かにそうですね。そう考えると俺にとっては相手が美人なことより一緒にいて楽しい方が大事なのかもしれません。そうだな。お前は今美人であってほしいという一つの理想にとらわれている状態だ。しかし相手とどう幸せになりたいかというところまで見据えると、急に視野が開けて本当に自分が大事にしている基準が見えてくる。そうなると近くにいる人や以前から知っていた人にも目が向くようになるだろう。今まで高嶺の花ばかり追いかけていた状態から、身の回りにも綺麗な花がたくさん咲いていることに気づくわけだ。だから幸せな恋愛がしたいなら、まずは自分がどう幸せになりたいかということを明確にするといいだろう。次は相手の話を聞くだな。相手と仲を深めるためには相手の話をちゃんと聞くことが大事になってくる。俺もちゃんと相手の話を聞くようにしてますよ。相手に質問もめちゃくちゃしてますし。お前、質問することに必死になっていないか？会話をする上で最も大事なのは相手の好きなことを気持ちよく話せるようにすることだ。お前は相手が話しやすいように合いの手を入れるイメージだな。その上で必要であれば質問を入れるんだ。合いの手か。ああ、つまり趣味は、普段家で何してると相手を尋問したり質問攻めにするのではなく、へえラーメンが好きなんだ、どこか美味しいお店あるみたいに相手の話を受けてその会話を膨らませるように質問を入れるんだ。俺女の子に尋問しちゃってたかもしれないな。それをされると相手は話しづらくなっちゃうぞ。いいか、人間というのはみんな喋りたい生き物だ。だから相手をよく見て相手の話したいと思っていることを見つけて、そっちにうまく持っていくように合いの手や質問を挟む。それだけで相手はこの人話してて楽しいと思ってくれるはずだ。滑らない話ができなくても楽しいと思ってもらえるんですね。ああ、コミュニケーションを取る上では面白い話ができることより相手が話したいことを話させてあげる技術の方が重要だぞ。お前は相手が話しやすい環境づくりに徹する。それだけでいいんだ。次は非言語的な部分にも気を使うだな。相手の話を聞くときには言葉で相槌を打つだけでなく、態度や身振りなどの言葉以外の部分にも気をつけるといい。言葉以外の部分か。ああ、言葉を使わなくても相手に気持ちを伝えることはできる。例えばお前の話にちゃんと相槌は打ってくれるが、ずっとつまらなさそうな顔で聞いていたらどう思う？俺このまま話してて大丈夫なのかなって思っちゃいますね。そうだろう。だが逆に少しだけ前のめりになって話を聞いてくれたり笑顔で相槌を打ってくれたら、この人ちゃんと自分の話を聞いてくれているなって嬉しくなるだろう。そうですね。そういう人とは話してて楽しいです。そうだな。だから同じようにお前がそういう態度で聞けば相手も楽しいと思ってくれるだろうし、もっと話したいと思ってくれるはずだ。このように言葉以外の部分を意識するのはかなり重要なんだ。なるほどな。ただ無理して身振りをつけようと思わなくても、こういう態度や身振りは目の前の人の話に集中していたら自然と出てくるものだ。だから相手に話させてあげなきゃなと仕事みたいな気持ちで聞くのではなく、ちゃんと相手と向き合って相手の話を聞くという意識を忘れないようにな。俺、相手への理想が高いだけじゃなくて今まで相手の悪いところばかり見てました。まずはそういう自分を変えないとダメですね。そうだな。お前にとっての課題はそういう意識の持ち方を変えることだろう。これは一朝一夕に変えられるようなものではないが、少しずつ意識が変わってくれば女性たちもお前に対して心を開いてくれるようになるはずだ。はい、俺頑張ります。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。